マリアンに一体何があったの？マリアンに埋め込まれた侵食コードはナビゲーションだったと思われます。ブラックスミスのところへ逃げたちを案内する役割ということです。餌として捧げるために。でもほぼ最後まで正常だったのよ。それは多分指揮官がいたからです。ニケの最優先事項は指揮官を守り命令に従うことですから。多分指揮官に出会ってからずっとすごく混乱していたんでしょうね。優先順位がごちゃごちゃになってしまいましたから。ブラックスミスと遭遇したポイントではそれすら忘れてしまうほど侵食が進んでいた。いつからだろう。はい、侵食が始まったのはいつから？それは作戦中に。輸送機を撃墜させたということは登場するときにすでに侵食状態だったと見るのが妥当ね。そして輸送機はアークから来た。アークの防護壁が破れたのでしょうか？いいえ、防護壁は堅固よ。侵食くらい簡単に排除できる。ラピ、何を言いたいの？さあ。報告は以上です。ブラックスミスに勝っただと？適当に派遣した新米指揮官がか？それもたった1日、ニケ3体で。はい、その通りです。一体は交戦中に破壊されましたけど。冗談が上手くなったな、シュッティ君。交戦データを転送しましょうか？いや、いい。その必要はない。ただ、その指揮官に一度会ってみたい。15時以降は予定が空くと思う。呼んでくれるか？はい、そのように伝えておきます。よろしく頼む。他にご用命はございませんか？あ、作戦に参加したニケも一緒に来るよう伝えてくれ。武装した状態でな。司令部からの呼び出し。
ふーん、これってあれかしら。あれって一分隊にも満たない戦力でブラックスミスを倒すなんてすごいな。これからも中央政府の忠実な犬として頑張ってくれたまえってやつよね。確かに異例の戦果でもある。今すぐ行くわよ。早く行ってちゃちゃっと終わらせるんだから。お、これは嫌な予感がするわ。ほう、君たちか。ようこそ。中央政府司令部の副司令官アンダーソンだ。まあ好きに呼んで構わない。それはちょっと。ではアンダーソンということで、君たちをここに呼んだ理由なんだが、一つテストをしたくてね。まあ難しくないから気楽に臨んでくれ。今の状態のままシミュレーションルームに行ってもらう。そこで詳細を聞くように。以上だ。その話をしたくてここに呼んだの？アニス。何よ、気になることは聞かなきゃ。君たちに直接会ってみたかったのだ。それだけだか？ではまた会おう。ちょっと待ってくれ。一つくらいなら答えられそうだ。質問したまえ。指揮官様、その話をここで？マリアン。マリアンとは誰だ？一緒に作戦に出たニケか。破壊されたと。残念ながらその質問には答えられないな。我々も事情を調べているところだ。一つだけ確実に言えるのは、アークの防護壁は最高だ。絶対に破ることはできない。さて、私は次の会議があるので退席してくれるかな。ああ、君、もし誰かが何らかの意思を持ってニケに侵食を埋め込んだとして、それが君が手も足も出せないほど巨大なものだったとしたら、君はどうするかね。対価。今対価と言ったか。君はただの指揮官ではないか。何をどうしようと。聞くだけ聞いてみよう。どうやって対価を払わせ。時間か。では皆行ってよろしい。また会おう。本日諸君の戦闘力テストを行うイングリッドだ。戦闘力テストはシミュレーションルームで行う。あの指揮官様、一体これ何なの？作戦から復帰した途端戦闘力テスト、異例のことです。普通は投入前に行われますが。しかもあの人エリシオンの CEO よ。ここで何してるの？趣味で。ブリーフィング中は静粛に。諸君には今からシミュレーションルームで模擬戦闘をやってもらう。簡単そうに聞こえるかもしれないが、そう甘くはない。アーク技術の結晶と呼ばれるシミュレーションルームは、全てが現実の戦闘と同じく再現されている。戦闘中に発生しうる各種の突発的な状況はもちろん、ラプチャーとの戦闘も完璧に再現されている。諸君はこのシミュレーションルームで
各種突発事項や戦闘状況をタクティカルに突破し、タクティカルにテストを完了する。以上。質問があります。質問は受け付けない。訓練に先立って諸君の分隊名を聞こう。分隊名を言え。確認した。ではカウンターズ諸君、諸君のタクティカルな動きを期待している。ちょこっと始めてみる。勝負になりそうね。最後に勝つのは出撃準備完了。負けちゃいそう。やっぱり一段階は簡単すぎたかしら。多少評価してたみたい。手加減する必要なんてなかった。戦闘が終わったら起こして。今から集中します。フリリロードシークエンス実施。リロード。テック追落。戦闘完了。ご苦労だ。作戦終了の報告は完了しました。しばらく待機しろとのことです、ラピ、これなんだと思う？テストでしょ。言葉通りに、彼らから見れば私たちが怪しい結果を出したのは間違いないから。うまくやってもやらなくても何か言われるわ。指揮官様、何か知らない？悪いことではないと思います。功を奏したのは確かですから。とりあえず待機するしかないのかしら。結果はどうだ？驚くほどだ。そうか。最悪だ。実戦だったら一瞬で全滅しただろうな。ほう、本当に驚くべき結果だな。差がありすぎる。実戦に強いタイプなのか。では実戦を任せてみようじゃないか。仕事はいくらでもある。好きに選べ。最高に難しいもので。それならこれだな。発電所の調査？海の近くの都市にあったあれのこと？この人数でですか？これってあんまりよね。あんなに苦労したのに褒められもせずまた苦労させられるの？
ああ、はいはい。偉大なる中央政府のお犬様じゃありませんか。アニス。ごめん、言い過ぎたわ。指揮官は誰が割り当てられますか。はい。やっぱりおかしいわ。何なの。同一の指揮官とニケが連続して作戦に割り当てられることはありません。大抵の場合、作戦過程でトラブルが発生するためです。トラブルが発生した状態で作戦に投入すると、チームワークにも大きな影響を及ぼすため、一般的には避けられます。指揮官様がニケを現場で処分したってこともたくさんあったわ。その反対もたまにあるし、こういった極端なケースもありますので、同じペアで戦うには少なくても3回間隔を空けなければなりませんが、確かに今回は例外ですね。処分ね。それとなく地上へ送って全員処分するつもりよね。あの、そんなことをする理由がありません。うわ、驚いた。なんで急に現れるの。作戦開始と聞いてサポートしに来たんです。とにかく本当に処分する必要があるなら今ここでできます。あえて地上へ送る必要はありません。つまりごく普通の作戦だということです。ああ、とても普通よね。命令である以上従いますが、本当によろしいですか指揮官。それは私たちも同じです。今のところは。行きましょう、地上へ。地上派遣だなんて全く悲しいよね。待って、誰かいる。ん。はじめまして、私はネオンです。エリシオンのニケ。今回の調査作戦に合流することになりました。よろしくお願いします。シフティ、何か聞いてる。たった今人事異動が発令されました。指揮官、何か聞いていませんか。これは怪しいね。急に増員だなんて。正体は何なの。え、私は。あ、スパイだと思います。え、イングリッドさん、社長の命令はこうでした。全力で手伝って全てを報告するようにと。これってスパイですよね。そうだとは思うけど。私ずっとスパイとかやってみたかったんですよ。よろしくお願いします。スパイ任務頑張ります。はい。これ大丈夫なのかな。さあ、はい。移動します。オッケー、移動するね。ここ
地上。初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってぼーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい、ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、 21.48%。 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は。何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因は。ヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際に、ラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は？建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。今から集中します。リロードしてから行く。ついに発動する時が来ましたか。私、この風がどうか勝利をもたらしてくれますように。仕事が山積みなのよ。全部消え移ろう。皆さん突っ走りますよ。攻撃って難しいよね。ジンジン、メンタルは大丈夫。ちょっと物足りなかったけど楽しかったわ。指揮官、ご命令を。